暴食の町カナンの領主バールは、ご主人様のいる総本山がこの地上のどこにも存在しないという謎の言葉を残して静かに息を引き取った。着実に味方が戦力を増強しているとはいえ、肝心の総本山への手がかりを完全に見失った一行は、まずは情報を得ることこそ最優先だと考え、浴場の町ベギルドの近くまで歩みを進めた。その一面に水仙の花が咲き乱れる困難な道のりの中で、まさか再び奴らと出くわすことになるとはつゆとも知らずに。またしてもこの世界を支える7つの封印の鎖の一つが砕かれてしまいました。一体私はいつまであなた方を許すという罪を続けなければならないのですか。我らが教皇様にまでご心配をさせてしもうて、本人申し訳なく思うとりますんえ。例の大邪神の鎧とやらの戦力分析に気を使うて、少々やつらを泳がせすぎてしまいましたわ。ところで、私が頼んでおいた大邪神の力に対抗するための例の人材の方は。はい、この世界でもいずれ劣らぬ情念の持ち主たちをすでによりすぐってございます。せやけど、すでに鎧を着た敵が4人になってしもた以上、今のままでは戦力の頭数が1人か2人いたりしまへんのやないかと。もはや一刻の猶予もありません。このままさらなる邪神の復活を放置すれば、この世界全体に未曾有の大災害が訪れるのは必定。ルカよ、こうなってはあなた自身にも働いてもらうしかありませんね。まったくひでえところだな。おやおや、力自慢の筋肉バカも山登りは苦手ってことかい。うるせえ、こういうのは俺の力の使いどころとは根本的に違うんだよ。すまん、そうだったな。壊したり持ち上げたりすることだけが得意なんだよな。やいやい、レブちゃんこんなち我慢せんか。追われる者の身としては悠長に街道を通るわけにもいかんじゃろう。だがなじいさん、俺たちはともかくルピルピはすでに限界みたいだぜ。僕も限界だよ。仕方がない。この谷を降りたらしばらく休憩にするかの。じゃ元気な俺は少し先の方を偵察してくるぜ。ルピルピよ、お主顔色がひどく悪いようじゃが。ヨハネ様こそ結構きつそうに見えますわよ。わしももう年じゃからの。じいさん、俺たちも先に行くぜ。そうか、すまんな。どうして一緒に行けばいいのに。こやつは邪悪なやつじゃからな。わしらに気を使ってくれておるのじゃ。そうなの？あら、囚人殺しのレブロブスさんが随分とお優しいこと。それに私ならこの通り全然平気ですわよ。バカ野郎、チッ、行くぞ。ヨハネたちはゆっくり来ればいいからよ。そんなこと言っていいの？うるせえ。どうやらレブロブスにも気づかれてしまったようじゃな。ルピルピよ、やはりその鎧を着た状態でこれ以上長旅を続けるのは無理ではないのか？わしの身を案じてくれるのはありがたいんじゃが、いずれはわし自身も大邪神の鎧を手に入れたいと思うておる。わしは最初にあの愛を語る坊やを見かけた時に、あの弱虫のピリポに対してまで平等などと呼ばれる態度で接するなんて、なんと邪悪極まりない輩なんじゃと思っておった。だがそんなあやつだからこそ、あの大邪神の鎧を着ることができたんだろうと今は思うておる。しかしやつだけにとどまらず、弱者であったピリポや自由という妄想を求め続けていたレブロブス、そして正義などという甘っちょろい偽善を信じるガイまでもが大邪神の鎧を着ることができたということは、もしかしたら我々の聖書でいうところのこの世で最も邪悪なる偽善、すなわち自由や正義、人権や弱者や友情、愛、そして平等といった7つの大罪にこそ大邪神の鎧を解放する鍵があるのやもしれん。わしは彼らとの旅を続ける前から時折考えておったのじゃ。創世紀戦争によって作られたこの世界は、実は間違っておるのではないかと。そんな疑問を解き明かすためにも、わしは鎧に封じ込められている大邪神の魂をぜひ解き放ってみたいのじゃ。それに万が一、すでに悪魔の鎧を着てしまったお主に先に死なれたら、わしはこの膨大な量の知識を誰と共有すればよいのじゃ。我々の聖書では優しさも立派な罪なんですよ。彼らのことをおっしゃる割には、お師匠様も随分と邪悪な人物になられましたこと。ルピルピー、ジェイさん、どうした？ああ、ひどい血だ。いかん、急いでこの場を離れよ。矢の方向から考えて攻撃を仕掛けた矢からは多分この上におる。無理よ、無理無理。なんてったってあんたたちはここで死んじゃうんですものね。な、今の声は？そうよ、完全無欠の美しさを誇る偉大なる大神官ユダ様よ。しつこいな、このオオカマ神官。私の一番の美徳でもある嫉妬深さを褒めないでほしいわね。あのくらいのことでこの私が改心してあなたたちに対する復讐を諦めるとでも思ったの？大体戦闘のとどめとして相手の生首を切り落とす程度の用心はできんのかね。お前はまさか強欲の魔門。第一、誇り高きヴァンパイアであるこの私を通常の武器で殺せると思っていたなんて完全にバカにしている。バール、貴様までも。なんや難儀やわ。満足に動けもせえへん雑魚どもばっかり。異端審問官たち、安城始末しておくれやす。はは、ルカ様のご名とあらば。何せうちが興味があるのは愛しいダーリンだけやわ。お兄ちゃんはバリカの奴隷